速稼塾の久保です。 YouTube を利用してですね、 YouTuber として活躍中の皆さんにちょっとお話があるんですよ。というのがね、今回 Mr.M さんが6ヶ月を通じて、毎日のようにね、YouTube の更新をしてくださいました。これはですね、 Mr.M さんの頑張りとともに、 Mr.M さんの実績とともに、私も毎日返信動画を撮っていたんですよね。そういう意味では二人三脚で進んできたと言ってもいいのかなと思うんですよ。これね、ミスター M さんだけじゃないです。すべての方、すべて速稼塾で YouTube を作ってる方には、私はね、返信動画を必ず作っていたと思うんですよ。もちろん私に気づかないところでこっそりとアップしたものについては、ちょっとわかりませんけども、私のところにね、動画作りましたって連絡くださった方に関しては 100% 返信動画をすぐその場で作って、私の毎日の動画更新の連絡でね、毎日の更新連絡で動画返信していたと思います。これはなぜかというと、凡事徹底のまさにね、伴走役、二人三脚をすることによって、やっぱりやらなくちゃなっていう気持ちになってもらいたいですし、私が質問を投げかけることで動画で作りやすくなると思うんですよ。ということでね、今回Mr.Mさんのちょっとねレターを読んでみようかと思います。いつもありがとうございます。 Mr.M です。この6ヶ月間、久保さんから凡事徹底を学ばせていただき、久保さんの言葉に支えられ、ここまで来れました。ありがとうございました、ということですね。凡事徹底を学ばせていただいたのは私も同じなんですよ。私の方からね、返信動画を作らなくなるってことはないです。これは、私はね、1000話、2000話、5000話、1万話でも作れるんですよ。1万話でも作れるんですよ。そのぐらい根性があるつもりでございます。で、根性じゃなくて、私はね、楽しいんですよ、 YouTube をやるのがね。はい、次、YouTube 活動を続ける中で応援してくださる人との出会いが生まれました。まさに私が今まで長い間通ってきた暗闇のトンネルを抜け出し、やっと人生の光が見えてきた気がします、ということで書いていますね。いや、本当そうですね。ミスタイムさんは特にね、10年間も修羅場をくぐったわけですよ、ね、そういった意味では誰よりもマイナス負からの復活をしてきた方だと思うんですよ。 YouTube でね、これから負ってのがないんですよ。マイナスってのがないんですよ。プラスばっかりの YouTube、 もっともっと楽しんでいけると思いますし、多くの方に希望とかね、活力を与えるんではないかなと思います。そういう意味では私もミスター M さんと一緒に、歩いていきたいかなと思いますので、これからもガチンコマッチョクラブよろしくお願いします。それではね、皆さんも YouTube しばらくやってなかったなっていう方でも、どんどん作ってどんどん送ってください。私は必ずね、そこにですね、絡んでいきますんで、私が自分のチャンネル登録1万人の中で紹介しますんで、そうするとね、誰かファンはつきますよ。やっぱり1万人もいるわけですから。でも自力で YouTube やっていくと、チャンネル登録少ないですし、再生数少ない、失礼ながらそうだと思うんですよ。これじゃあね、やっぱり人が増えていく、人との出会いっていうのチャンス減りますから、なかなかモチベーション上がらないと思うんですよ。まずはチャンネル登録が自分よりも多い方、毎日のように YouTube をアップロードしている方のところに食い込んでいくってことが非常に重要です。私はそれをこちらから提案してますので、どんどんね、絡んできていただきたいと思います。それではMr.Mさん、これからもよろしくお願いします。そして他の YouTube の皆さんね、どんどんやっていきましょう。どんどんやっていきましょう。必ずこれがあなたの世界になります。それでは失礼します。